携帯無線機1号。初以降を用いている。新野外無線機は自衛隊の業務無線システムの一つ。主として陸上自衛隊において部隊相互の連絡に使用する。85式野外無線機の後継として平成13年度より運用を開始し、陸上自衛隊の主たる野外無線機として広く用いられた。部隊使用承認の形で運用されており、 正式化はされていない。後継として、平成24年度より交代域多目的無線機の調達が開始されている。携帯無線機1号を使用する陸上自衛官、平成6年度から平成7年度にかけて、部内研究が開始され、システムスタディ及びシステムデザインが実施された。その後、平成8年度から平成10年度にかけて2回に分けて試作が行われ、 平成10年度から平成11年度にかけて技術試験が行われた。この結果、本機は設計の基本となるべき装備品等の性能、所元、構造等を満足することが確認された。その後、1999年9月から2000年9月にかけて陸上自衛隊において実用試験が実施された。この結果、本機は運用構想、 装備を必要とする要件及び要求性能に適合しており、部隊の使用に強襲ると報告された。野外で使用することから防水、対衝撃性を備えている。また、85式野外無線機の音声秘匿機能に、加え、周波数ホッピング機能を搭載しており敵に防除され、憎くなっているほか、通信性能も向上している。本体も小型、軽量化されており、 85式では、ビニロン製のソフトケースであったが、ショイコで背負う方式になったことから長時間の傾向でも負担が軽減されている。また、本体を包む布は明細化されている。諸言、ありがとうございます。